キャピトル本社、ビルキャピトルレコードは、アメリカのロスアンジェルスに本社を置く大手、レコードレーベルの一つで、1942年に設立された。現在は、ユニバーサルミュージックグループの一部である。東京芝浦電機、音楽レコード事業部設立前には、当時のキング音響が、日本での契約先だった。西海岸で、最初のメジャーレーベルであり、 1940年代から1950年代にアメリカンポップスの黄金時代を築く。その後もロック、ヘビーメタル、ジャズ、ヒップホップなど多様なジャンルのアーティストと契約し、各ジャンルのトップアーティストを要した。ジャズ最大手レーベル、ブルーノートの親会社であるほかユナイテッドアーティスト、リバティ、インペリアルといったかつての有名レーベルの音源を保有している。 中、過去に所属していたアーティストも含む。キャピトルの本社はほぼ、ハリウッド通りとバイン通りの交差点に位置する。このため、同社は、自社の愛称として、ハリウッドバインを用いている。1956年に完成した同社の本社ビルは、円柱形の形状から、キャピトルタワーと呼ばれている。 十三階のこの建物は、円盤を十二個重ねてその上に棒が立っているような、形であり、この円盤は、レコード板を、棒は、レコード針を模していると言われる。五十年前の洋楽日記、ロットンベイディスコグス、キャピトル発のステレオテープソフト、イントロツーステレオのサイト、キャピトルレコーズに、トラックリールツーリールテープス、1957から1958、 ページ13ありがとうございます。